テイクバックにおいて正しいヒンジコックが行われない最大のポイントというのが腕のローテーションなんですね。左腕はまっすぐ伸びています。ですので腕を外旋するこのローテーションが起こるというイメージというのは非常に持ちやすい。ですが実は左手のこの動きにこうして右腕もローテーションが入っているんです。でローテーションが正しくアドレスから入っていくとこのようにヒンジコックというのはできます。ですが手元を使ってクラブをまっすぐ上げようとかとにかくスクエアのトップを目指そう、そういったものをやってしまうと手元のこのヒンジコックが入らずに例えばこのように右肘が外に抜けてオーバースイングもしくはクロスというようなミスショットの原因になるようなポジションに行ってしまうわけです。じゃあこのようにこの角度を決めてアームローテーションが右腕も正しく行われることによってコッキングを得られればいい、じゃあローテーションが入ればいいんじゃないかというふうな方おっしゃる方もいると思います。それはそれで正しいと思います。ですがこの先に角度を決めてこの角度を強制的に作ることによって逆にこの右腕の動きの重要性というのを要するに逆説的に理解するということも一つポイントとして必要になります。ですのでなかなか右腕を自然に回してこのヒンジ角を作ることができないという方にとってみればある程度最初からこの角度を決めてバックスイングを行うことによって右腕のローテーションの重要性も築けると、そういった意味ではスイングの理解を含める意味でもこの角度を大事にするということが一つの大きなポイントになるわけです。そしてこのヒンジコックの重要性というのは要は飛距離、方向性両方においても非常に大きなポイントになります。よくこの角度を作りましょうというふうに言われることはあると思うんですが、じゃあなぜこの角度を作らなければいけないのかということに対してはあんまり議論されません。これをするとただ正しく打てるとかというふうに言われがちなんですが、実はこの角度はインパクトにおいてこのようにハンドファーストの角度になるわけです。ということは正しくクラブのロフトを使えるかどうかというのはこの角度をインパクトまでキープできるかどうかということにかかってくるわけです。多くのアマチュアの方はゴルフは腕を振るスポーツだというふうに考えていらっしゃるのでこのように大きく腕の可動を使おうとします。そうするとこのようにヒンジ角を作った状態で腕を振ってきてもこうリリースができずフェースが開いてプッシュアウトなりシャンクなりというようなミスショットが起こってしまうわけです。なので腕を振る方はここのヒンジ角をほどいてクラブヘッドを戻してこない限りフェースの面がまっすぐに目標に向かないわけです。じゃあそうしてしまうと何が起こるかというとクラブが重い塔の方向から落ちていくという塔ダウン現象が起こってしまって結果クラブが早く地面に落ちてしまいダフ、そしてそれを嫌がって肘を抜くことによってトップというふうなそういうミスショット地獄に陥ってしまうわけです。じゃあそういう意味でもこの角度をキープした状態でインパクトまでクラブを持ってこれるかということがナイスショットをするか否かの大きな鍵になるわけですね。じゃあそのキープした状態でクラブをボールまで戻してくるためにはどの部分をどれだけ動かさなきゃいけないかということがやはり理解すること、それが重要になるわけです。この角度をキープした状態でインパクトを迎えるために下半身を使い体幹を使ってもしくは肩のような大きな筋肉を使ってクラブをインパクトまで持ってくるというその感覚を繰り返し身につけていく必要があるわけです。じゃあここを角度をあらかじめ固定をしてこの角度のイメージを持っておけば手が何かをしてインパクトを迎えるという可能性を少なくするわけですからその分手打ちというものを防ぐことができるということにおいてもこの角度をキープすることは非常に重要な部分であると思います。